演武開演。どうも、皆さんは以前紹介したこちらのスピロリナを覚えていらっしゃるでしょうか。こちらを、こちらダイエット食品であり、口の中に入れると体内にある炭水化物などを消化するのを助けてくれるという商品なのですが、このスピルリナの効果を視覚的に確認することができる実験があるということなので、今日はそれをやってみたいと思います。用意するものがもちろんこのスピルリナと、あと片栗粉 20g、 お水、お湯、あとスプーンを今映ります。そして視覚的に見るということで透明なガラスも必要ということなので、こちらを使ってみたいと思います。ではその実験の手順というのはここに書いてあるんですけどね、この手順に従ってやっていきたいと思います。まずは片栗粉を入れます。続いてお水を入れて、続いてはお水を入れます。要は水と片栗粉を作るんですね。では混ぜます。今度はお湯を入れて、そして最後に玄米酵素を2袋、入れるとどうなるんでしょうか。動画越しだと分かりづらいかもしれませんが、くず湯の中にあって10秒間とろみがなくなり、普通のお水に戻ってしまったような感じになっています。なるほど。先ほどの解説書によりますと、このくず湯がいわゆるご飯などの胃の中にある内容物ということになっていますようです。よってこのコースはその内容物の消化の手助けをしてくれるということですね。サラサラしていて、もうこのまま飲んでもいいんじゃないかって思えるぐらいです。これが胃の中で起こってると思うとすごいですね。これはダイエットに有効に働いてくれそうです。実験のこういった実験をするのは初めてなのですが、今後も機会がやればやってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。